地方格差ってそもそも情報格差だとは思う。ここがやっぱり一番情報源のやっぱり塾を一と比べると結構辛い思いをするのかな。塾に相談に行くこと自体を責める先生がかなりいるみたいな、レールが敷かれてる印象がありますかね。偏差値高いイコール難しいんじゃないんだよみたいな、実はうちの父親も結構そういうところがあったんですけど、そうなんですね。さあ、では始まりました、モテチャンネルです。さあ、今回も中森先生においでいただきました。はい、ハローデア。中森先生のハローデアが見れるのはこのチャンネルだけ。はい。そしてついにですね、合成じゃなくなったっていう。そうですね。二人の不自然な距離がなくなる。まあ、あれはもうしょうがなかったですからね。今回ですね、中森先生に聞きたいのはですね、はい、地方格差。あ、教育の、ちょっとまあいろいろと言われるとは思うんですけど、まあ中森先生いろいろ回るじゃないですか、地方ですね、はい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 、その時に感じたこととかあるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいかなと思うんですけども。まあ武田塾内部で感じることはそこまでないとは思いますけど。そうなんですね。やっぱり受験相談とかの話で結構いろいろ聞くことは多いかなっていう。そうなんですね、はいはい、地方で、まあ、僕も、まあ、某予備校に所属してた時ですね、はい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 、行ったりするとですね、はい、やっぱその情報がなくてうちに来たり、はいはい、武田塾の名前も出てましたけど、はい、武田塾に行ってその情報をお母さんたちが知りに来るんですよとかって言ってたんですよね、はい、なんでそのところをですね、その発信源である情報ね。そうですね、はい、中森先生に聞きたいなと思うんですけど。いやー、やっぱり地方格差ってそもそも情報格差だとは思うんですよね、はい、その中でも特にやっぱりその地域にない大学の情報ですよね。要は地元国公立って、まあ、大体どこでも特に進学校だったらその地元の人たちは情報持ってると思うんで、はい、卒業生いっぱいいますし。だけど、まあ、やっぱり困るのは総計マーチカンカン同率志望とかの場合とか、あとはその地域じゃない国公立行きたい場合とかはやっぱ辛いかなと思います、はいはいはい、うん、まあありますよね、まあ、僕も鶴文化大学にですね、はいはい、行った時にかなりびっくりしたんですよ。本当にいろんな地方の人がいて、はいはい、もう青森から沖縄まで行ったんですけど、はい、カリフォルニアの大学とあそこエクスチェンジプログラムがあるので、はいはいはい、そのカリフォルニアの学生たち、僕の友達たちがこういる中で、はい、それぞれにお世話係がつくんですけど、それぞれのその出身がもうバラバラで全国、あ、やっぱどうしてもやっぱ国公立に行きたいっていうので行くって、はい、どうやって知ったのって思いましたもん、はい、まあそうなんですよね。結構やっぱり思うのが、まあ、学校がやっぱり一番情報源のケースが多くて、はいはい、でついてける子は正直学校だけで受かってるケースっていうのもかなりあるのかなとは、うん、なるほど。でもそれについていけなくなった時にどうなるかっていう問題が、うん、まあ、首都圏とか、まあ、関西のやっぱり塾多い地域と比べると結構辛い思いをするのかなと思いますよね、うん。このチャンネルに前に出てくれたですね、大倉さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、早稲田受かったんですけど、はい、検索してやってたって言ってますかね、はい、YouTube で中森先生を見てとかなるほど、はい、そういう感じになると思うんですけど、はい、どうなんですか、やっぱ相談が結構来ますし、あと塾に相談に行くこと自体を責める先生がかなりいるみたいで、そうなんですね。とある地域で聞いた話だと、うん、もう塾に通ってるか通ってないかをもう魔女狩りのようにこう、責め立てる先生がいるみたいな、そんな、はい、塾は敵だぐらいのことを明言してる先生がいるみたいな相談を受けたりとかっていうケースもあって、うんうん、すげえなとは思いますけど、まだあるんですね。あ、でも言ってましたね、ある地方の高校に行った時にそういう風習はあるけれども、はい、それをなくさなきゃいけないとかって言ってましたね。そう、だから価値観も結構違いがあったりとかって、うんうん、あ、で結構やっぱり国公立が上だと思ってる人って多分都心より絶対多いと思うんですよね、うん、そうですね、はいはい、何を思ってその思ってんのかっていうのも結構大事じゃないですか、うん、はい、例えば就職なのか、まあ、大学の研究とかなのかとかでも違ってくると思うし、うん、何から何までこの大学がこの大学と比べ上なんてことはほぼほぼ普通はないわけじゃないですか、うん、なかなか、だから、うん、その辺の情報をどこまで持った上で提案してるのかっていうのはちょっと分かんないなっていうところがありますよね、うんうんうん、で具体的になんか中村先生こういうアドバイスをしたりとかあるんですか。特にやっぱりよく相談のが出題傾向とか偏差値と傾向の違いの話とかは結構しますかね。要は偏差値高いイコール難しいんじゃないんだよみたいな、うん、難しい問題が出るってわけじゃなくて高得点とかのケースもあるし、あとは科目の相性とかによって人によって全然差が出るから、その辺はちゃんと調べなきゃダメだよみたいな話は結構しますかね、うん、確かにそうですね。偏差値一辺倒になったら危険ですもんね。その数字だけで、あ、難しそうだからやめようとかですね、簡単そうだから受けようってなっちゃうことありますもんね。そういうのは具体的な情報がないとやっぱり地域差がまさに生まれてしまいますね。
あとはちょっと思うのは文字の偏差値至上主義になってるケースがかなり多いあ、はいはい、かなって。要はその本来多分森田先生も竹田チャンネルの動画でもよく言ってると思うんですけど、はい、入試の問題って受かるか受からないかって過去問とかないと分かんないじゃないですか。そう、そうですね、本当にそうだと思います。でも情報がないから模試の A 判定をすごいこう追い求めてるケースが地方の方が多いかなっていう印象がありますね。 A 判定取れれば G1 号ができるみたいな、はいはいはい、確かにその模試と出題形式同じかって言われたら全然違いますからね、学部によってバラバラだったりするわけなんで。そうなんですよ。これが国立第一志望だったらその考えはそんなに間違ってないかなと思うんですよ。だって要は共通テストに近いマーク模試と二次の試験に近い記述模試、この2つが取れてれば確かに国公立は受かりやすいっていうのはまあ間違いないかなと思うんですよ。だから模試の信頼感っていう意味だと私立よりも国公立の方が模試の信頼感はあるかなっていう気はするんですけ ど, でも私立だと全然話変わってくるじゃないですか。うん、そうですね、確かにその通りですね、はいはい、なのでそこが情報不足であるがゆえに模試を絶対視してしまって対策不足になってしまうっていうケースが起こりやすいのかなっていう、そこが格差になりやすいのかなと思います。なるほど、確かにありますね、はい、模試を絶対視してるところっていうのはかなり多いと思いますね、はい、いやそれは確かに危険ですね。そうなんですよ。実際見てきました、どんな感じとかいろいろ。いやだからそのマーチとかの話を軽く、はい、これこういう傾向あるよねみたいな話をしてあげるとすごい喜ぶんですよ、ね、おなるほど。そんな話初めて聞きましたみたいな、地方の人はマーチのことなんか知らないですもんね、はい、適当にやっぱ名前で選んじゃう人とかもね、はい、かなり多いとは思うんですけど、まあ、あとは結構相談を受けること多いのがやっぱり学校の宿題が多すぎて、あ、はいはいはい、学校の宿題以外勉強できませんとか、学校で自主的に例えば7限目8限目みたいなところまで授業があったりとか、はいはいはい、ゼロ次元目の授業があるとか、それで本当に学校だけの課題でもう全部埋まっちゃって自分がやりたいことできないみたいな相談も結構受けますかね。それどうやって対応するんですか、高田先生みたいに学校は無視だもうこれはでもそうせざるを得ないケースもありますね。あ、はい、そうね。まあ、僕はその負担の減らし方とかどこで時間使ってるのかって話を聞いて、それをここでこうやって減らせばいいんじゃないとか、まあ、これは正直そこまでこの志望校だったらいらないから、これはまあもう本当に後回しでいいんじゃないとか、うん、そういうポイントポイントで話していく感じですけど、まあでもやっぱり話聞いてるとなんか狙ってる学校が違うとそのやり方は辛いかなっていうのは結構、学校が狙ってるところっていうのが結構まあ露骨かなって気がしますね、はい。なるほど、そっか、そこでと全然ね違う傾向のところを受けたりとかしたらね、はい、大変ですもんね。かなりレールが敷かれてる印象がありますかね、地方の方が。そのレールを自分で、そうなんですよ、やるっていうのが大事です。まあ今ネットで見れますけどね、それでもやっぱ学校の影響とか周りの近所の人たちの影響っていうのはまだやっぱ地方の方は大きいっていうのはありますよね。そうですね。なんか地方っていう一言で言いづらいところがあるんですけど、はい、排他的な地域と、はい、こうよそのことウェルカムな地域っていうのも結構やっぱり違いがあるかなとは思っていて、塾嫌いとかネット嫌いとか、はい、地元最強みたいな地域のところと、いやよそ出てけよみたいな地域だとかなりその空気も違うかなとは思いますね。そうですね、それはあると思いますよね、はい、だから4技能がね入った時なんて、で、まあ、延期されてなくなりましたけど本当にパニックになりましたもんね、いろんな地方がどういう状況なんだみたいな感じで。僕もまあある地域で喋った時なんて、そもそもティープって何っていう状況とかになってましたからね。やっぱ関東でしか知られてないテストだったんだなっていうのはすごい痛感しましたね。先生たちも知らないし、そういうのってありますよね。あとあるのは親世代の知識不足ですね、はい、あーなるほど、うん、要するにこれ何かっていうと昔の入試の感覚で話す方結構多いんですよ、まあ、実はうちの父親も結構そういうところがあったんですけど、そうなんですね、父親の世代だとそもそも国公立至上主義っていうのがあって、もうなんなら当時だと、まあ、早慶とかマーチなんて誰でも入れたぞぐらい、金出せば誰でも入れたよぐらいな、うんこと言ってくるわけですよ、うんうん、確かに今の難易度と当時の難易度は全然違うと思うんですよ、うんうん、もう40年とか前だと思うんで、うんうん、でもその情報で今話されても全然話違うわけじゃないですか、うんうん、なんなら今だったらじゃあ国公立とマーチどっちが入りやすいよって言って、うん、国公立の方が入りやすいところは全然いっぱいあると思うんですよ、うん、今だったらっていう、うん、そうですね、本当そうです。だけどその価値観がその受験の現場にいる人じゃないと分からなかったりするんですよ、ね、うん、そうですね、はい、それは本当だと思います、まあ、自分もね千葉大を抑えにして慶応行ってる人間なんでね、はい、本当そうだと思います。その辺がやっぱり怖いですよね。生徒本人が思っていることと先生が思っていることと親が思っていることとかっていうのがやっぱ全然情報も
違うし、うん、価値観も違うしみたいな、そこが結局格差っていう一言に表れてるのかなって感じです、ね、なるほど。でその情報格差がやっぱり地方の方が如実に出てるって感じですかね、うん、首都圏だったら私立に対するあんまこう下とか上とかって意識あんまないかなと思うんですよね、うんうん、なるほどなるほど、ね、はい、地方の方がそれは大きいですよね。次第に対する私分なんて言葉がですね非常によく言われますからね、はい、まあぜひですねその地方で今ね YouTube でどこに至って見れますからね、はい、ぜひそういうのね探して見てもらえればいいんじゃないかなと思いますしね、はい、まあ、竹田チャンネルにはもう山ほど、そうですね山ほど載ってますからね、はい、そこの大学の情報みたいなのもね、はい、載ってたりしますんで、はい、まあ、僕ももしかしたらこれからどこの大学みたいなね、はい、どこの英語対策みたいな取っていくかもしれないね、取かもしれないですからね、はい、はい、しかしまあリクエストあったらねぜひ言ってください、ここ触れてほしいとか、はい、この大学の情報欲しいよみたいなのがあったらね、はい、触れていくかもしれませんのでぜひぜひ見てみてください、はい、はい、今回は中村先生にですね地方格差一体どうなんだっていうのをですね高田先生と違った目線で、はい、聞きましたので、はいはい、ぜひぜひ参考にしてみてもらえればいいんじゃないかなと思います、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。